1塁アウト。ツーアウトランナー3塁と変わります。バッターボックスは9番安達。まあホークスとしては何も焦る必要はありませんからね。なるほど、そうですね。さあ2球目は何か。これはピッチャー助かりましたね。すぐに追い込みました。ファウルです。ノーボール2ストライクです。変化球打った、サードの左。いや危なかったですね。長打になりかねない当たりでしたね。そうですね。このピンチは空振り三振。試合終了。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、最後は余裕の展開での勝利となりました。いかがですか。そうですね、もう本当にベンチも安心して見てられたというような内容じゃないですかね。そうですね、まさに強さを見せつける格好になりました。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のオリックスバファローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはホークスが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで福岡ヤフオクドームから失礼します。
Thank you.